ダーウィンの種の起源予習編その第2回ビーグル号の航海。1831年にケンブリッジ大学を卒業すると、ダーウィンは恩師ヘンズローの紹介で、その年の末にイギリス海軍の測量船ビーグル号に乗船することになりました。父ロバートは海軍での生活が聖職者としての経歴に不利にならないか、またビーグル号のような小型のブリック船は事故や遭難が多かったことで心配し、この航海に難色を示しましたが、叔父のジョサイア2世が取りなしてくれたおかげで、なんとか参加することに同意してくれました。専任の博物学者は他にいるので、ダーウィンは主に艦長のロバート・フィッツロイの会話相手のための客人としての参加だったため、海軍の規則にそれほど縛られることはありませんでした。しかし幾度か艦長と意見の対立があり、後に軍艦の中では艦長に対して通常の範囲で意見を表明するのも反乱とみなされかねなかったと述べています。また航海では長年にわたってひどい船酔いに悩まされ続けました。ビーグル号は1831年12月27日にプリマスを出港しました。南米に向かう途中にカーボベルディに寄港しました。ダーウィンはここで火山などを観察し、航海記録の執筆を始めました。その後南米の東の岸を南下し、バイーヤを経てリオデジャネイロに立ち寄ると、正式な艦の博物学者だった艦医マコーミックが下船したため、非公式ながらその後任をダーウィンが務めることとなりました。ビーグル号が海岸の測量を行っている間に、内陸へ長期の調査旅行をたびたび行いました。モンテビデオを経て、出港からおよそ1年後の1832年12月1日にはティエラ・デル・フエゴ島に着きました。ビーグル号はこの島から若い男女を連れ帰り、宣教師として教育し連れ帰ってきていましたが、ダーウィンはフエゴ島民と宣教師となった元島民の違いにショックを受けました。フエゴ島民は地面に穴を掘ったようなところに住み、まるで獣のようだと書き記しています。島岸の調査を続けながら、1834年3月にフォークランド諸島に立ち寄った時、ヘンズローから激励と標本の受け取りを知らせる手紙を受け取りました。1834年6月にマゼラン海峡を通過し、7月に南米西岸のバルバライソに寄港しました。ここでダーウィンは病に倒れ、一月ほど療養しました。ガラパゴス諸島のチャタム島、サンクリストバル島に到着したのは1835年の9月15日であり、それから約1ヶ月10月20日まで滞在しました。当時ガラパゴス諸島は囚人の流刑地でした。ダーウィンはそのガラパゴス諸島が地質学的にそう古いものとは思えなかったため、最初ゾウガメは海賊たちが食料代わりに連れてきたものだと考えていましたが、ガラパゴスの総督からゾウガメは諸島のあちこちにさまざまな変種がおり、詳しいものなら違いがすぐわかるほどだと教えられ、初めてガラパゴス諸島の変種の分布に気づきました。なおこの時ダーウィンが
ガラパゴス諸島から持ち帰ったとされるガラパゴスゾウガメハリエットは、その後175歳まで生きて、2006年6月22日に心臓発作のため他界しました。一般にはガラパゴス諸島でダーウィン・フィンチの多様性から進化論のヒントを得たと言われていますが、ダーウィンの足跡を研究したフランク・サロウェイによれば、ダーウィンはガラパゴス諸島滞在時にはゾウガメやイグアナ、マネシツグミなどにより強い興味を示しました。しかしまだ種の進化や文化に気がついていなかったので、それは生物の多様性をそのまま記載する博物学的な興味でしかありませんでした。鳥類の標本は不十分にしか収集しておらず、それらが近縁な種であるとも考えておらず、どこで採取したかの記録も残していませんでした。ガラパゴス総督から諸島の生物の多様性について示唆を受けた時には、すでに諸島の調査予定が終わりつつあり、ダーウィンはひどく後悔しました。鳥類標本については、後に研究に際して同船仲間のコレクションを参考にせざるを得ませんでした。また標本中のフィンチ類やマネシツグミ類がそれぞれ近縁な種であると初めて発見したのは、帰国後に標本の整理を請け負った鳥類学者のジョン・グールドでした。1835年12月30日にニュージーランドへ寄港し、1836年1月にはオーストリアのシドニーへ到着しました。その後インド洋を横断し、モーリシャス島に寄港した後、6月にケープタウンへ到着しました。ここでは当時ケープタウンに住んでいた天文学者のジョン・ハーシェルを訪ねています。またヘンズローからの手紙によって、イギリスでダーウィンの博学的名声が高まっていることを知らされました。セントヘレナ島ではナポレオンの墓所を散策しています。8月に南米バイーアに再び立ち寄りましたが、天候の不良のため内陸部への再調査はできませんでした。カーボウェルデ、アゾレス諸島を経て、1836年10月2日にファルマス港に帰着しました。航海は当初3年の予定でしたが、ほぼ5年が経過していました。後にダーウィンは自伝の中で、この航海で印象に残ったことを3つ書き残しています。1つは、南米沿岸を移動すると生物が少しずつ近縁と思われる種に置き換えられていく様子に気づいたこと。2つ目は、南米で今は生き残っていない大型の哺乳類化石を発見したこと。3つ目は、ガラパゴス諸島の生物の多くが南米由来と考えざるを得ないほど南米のものに似ていることでした。つまりダーウィンはこの航海を通して南半球各地の動物層や植物層の違いから種が独立して作られ、それ以来普遍の存在だとは考えられないと感じるようになったのでした。またダーウィンは航海中にライエルの地質学原理を読んで、地質がわずかな作用を長い時間累積させて変化するように、動植物にもわずかな変化があり、長い時間によって蓄積されうるのではないか、また大陸の変化によって新しい生息地ができて生物がその変化に適応しうるのではないかという思想を抱くに至りました。ダーウィンはこの航海の初めには自分を博物学の素人と考えており、何かの役に立てるとは思っていませんでした。しかし航海の途中で受け取ったヘンズローの手紙から、
ロンドンの博物学者は自分の標本採集に期待していると知り、自信を持つようになりました。サロウェイはダーウィンがこの航海で得たものは進化の証拠ではなく科学的探求の方法だったと述べています。帰国後、ダーウィンが帰国した時、ヘンズローが手紙をパンフレットとして博物学者たちに見せていたので、科学界ではすでに有名人となっていました。ダーウィンはシュールズベリーの家に帰り、家族と再会すると急いでケンブリッジへ行ってヘンズローと会いました。ダーウィンと種の起源予習編、その第2回、帰国後途中まで、2021年4月20日。